ライオンズのヒットがロッテのヒットの数を上回って10本目。ノーアウト満塁、平尾、そして大島、星孝則を迎えます。ノーアウト満塁です。いや本当ですね、はい、まあ、ノーアウト満塁というのは点が入りにくいんですけどね。もちろん、まあ、フォースアウトというのが取りやすいところではありますが、でもね、この平尾ですからね。伊藤踏ん張るか、追い込んだ低め、空振り、バット回った、落ちる球、三振、ワンアウトになりました。よく踏ん張りましたね、今のね。これからですからね、はい、フォークボールで三振を取りました。伊藤と里崎のバッテリー、今のフォーク決め球はいかがでしたか。いや、いいコースですね、はい、いいボールですよ。ボール球だったんですけど、やはり追い込まれてるということは、バッターというのはね、やっぱり追い込まれたら何でも手を出さなくてはいけないという気持ちがありますからね。その前の中村から追い込んではいたものの、2人ヒット打たれましたよね、はい、ここはしっかりと抑えました。まあ、中村ってこうピッチャーが変わりましたからね、はい、僕はヘルナンデスに打たれたのがもったいないんですよね。大島、初球は空振り、ワンストライクです。ここもストライク先行、強い当たりはまだ打たれていません。平尾を三振に打ち取って、ワンアウト満塁、2ストライク、バッター大島、ストレート、空振り、三振、2アウト。気合のこもったピッチングは伊藤、2アウトを取りました。でも安心しないことですよ、本当にこれ3アウト取るまでは。あまりにも見事に2アウトを取っていますから、はい、ここはピッチャー気が抜けそうな部分でもありますよね、はい、そうなんですよ。さあ、ライオンズベンチとしては、ライオンズは逆にここで点が取れないとというズルズル行ってしまいそうな流れをなんとか防ごうと、ここで代打を起用します。後藤武俊が告げられました。この回は原、中島の連続ヒット、その後中村レフト前タイムリーヒット、1点を取って、なおもフェルナンデスセンター前ヒット、4連打で1点取って、さらに満塁というところから、平尾、大島連続三振で2アウトランナー満塁、代打の後藤が告げられます。後藤も9年目、31歳になりました。先ほどのレフトを今日守る工藤と同じように、いわゆる松坂世代の一人、ただ今年はヒット4本、ホームランなし、打点1という後藤です。右バッターボックス、ツーアウト満塁、変化球から入った、スライダーいいボールですね、はい、その前の大島や平尾には使わなかったようなボールです ね、はい、そうですね。さあ、ここは追い込んだバッテリーですが、1球様子見ますか。まあ、後藤にしてはこう絶対にこう何でも打たなくては打たなくちゃいけないですからね、見る余裕は3球勝負可能性はありますよ。2アウト満塁、2ストライク、低め、そう、ストライク、三振、3者連続三振、伊藤がピンチを脱出。7回の表、ライオンズ1点止まり、6対4としています。6対4、ロッテリード2点です。